愛するひなげしごきげんよう、マテ姫シェリーです。登録者数が200人と、そしてフォロワーが400人と、超えることができました。ありがとうございます。はい、いや、たくさん効果本当に素晴らしいなと思ってるんですけど、びっくりしましたね。はい、まあ、まだまだめちゃめちゃ登録者数とかフォロワーとか少ないバンドではあるんですけど、よかったらね、これを機に好きになっていただけたら嬉しいです。今後ともこのチャンネルと二点一流よろしくお願いします。今回はですね、今までワロップ放送局でやっていたのを、YouTube に移してまた再開するネット番組二点一流の天真爛漫娘のことをね、告知したいと思います。こちらの番組ですね、4月からスタートするんですけど、今ですね2つのものを募集しております。まず1つ目は天真爛漫大喜利というね、大喜利のネタになっております。1つ目のお題が、新学期周りをイラッとさせたたかしくんの自己紹介とはという、まあ例としてわらわが考えてきたやついってみましょうか。新学期周りをイラッとさせたたかしくんの自己紹介とは、母親がゲストで登場。はい、こんなもんですね。はい、まあ、こういう感じでね、回答いただけたら嬉しいです。2つ目のお題が、新型のスマホについた絶対にいらない機能とはということなんですけど、こちらも、考えてきましたので、はい、発表させていただきます。新型のスマホについた絶対にいらない機能とは、1秒おきになるスヌーズ機能。はい、まあ、こんな感じで、これよりね、面白い回答皆さんできると思いますので、思いついたらね、回答いただけたら嬉しいです。はい、もう一つ目が、ひなげしに質問ということで、ファンの人たちとか見てくれてる人たちのこと、ひなげしというね、総称があるんですけども、ひなげしさんたちに質問ということで、今月の質問はこちら、最後の晩餐あなたなら何を食べますかということで、はい、皆さんはね、それぞれあると思います。最後の、今日が最後の晩餐だったら何が食べたいか、よかったら回答いただけたら嬉しいです。はい、というわけでね、天真爛漫大喜利とひなげしに質問、この2点ですね、概要欄の方に募集用のメールアドレスを貼っておきますので、そちらに、名前と回答を合わせて送っていただけたら嬉しいです。はい、あとね、二点一流の公式のツイッターもあるので、そちらの DM かリプライでも回答お待ちしておりますので、お名前と回答を一緒にいただけたら嬉しいです。というわけで、本日も動画見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さらばじゃ。Say goodbye now.